MLB、ドジャース5、3フィリーズ、日本時間6日、ロサンゼルス、ドジャースの大谷翔平投手は5日、日本時間6日、本拠地、フィリーズ戦に1番、指名打者で出場し、34号を放つなど、3打数2安打2打点1盗塁の活躍を見せた。チームは前回対戦で同一カード3連敗を喫したフィリーズ相手に5対3で競り勝ち、3連勝。 試合後、デーブ・ロバーツ監督は大きな一撃だったと称えた。大谷は一塁ベースを回った後、慌てて戻り、一塁ベースを踏み直してからダイヤモンドを一周した。指揮官は、もしかしたら一塁ベースが好きなのかもしれない。フェンスを越えるかわからなかったんだと思う。でも、何回か同じことがあったよね。一塁ベースを踏んでくれて安心したよと笑った。 4対3の8回に迎えた第4打席で、大谷は打球初速は107.4マイル、約172年8月キロ、飛距離は384フィート、約117メートルの打球をかっ飛ばした。中堅守が補給すると思われた打球は、そのまま左中間フェンスをギリギリで越えた。打球はそのままスタンドで跳ね返ってグラウンドへ戻った。 大谷はボールが外野芝生に戻ったのを見て、慌てて一塁へ戻った。今度こそ一塁ベースをしっかりと踏み直してからダイヤモンドを回り、完成に包まれていた。